さあ忙しいあなたのお耳に今日も飛び込んでまいります。ミルクサッカーアカデミー井上真と申します。おーミルク佐藤です。プロサッカーネタマの目線から今日もですね、2節第9節の振り返りをということでよろしくお願いします。行きましょう。12分でね、今日は行きたいと思いますんで、挑戦ですねお願いいたします。挑戦でございます。はい、まずはこの試合から急ぎましょう。ドン。はい、ヴェルディ対琉球なんですが、これは、1対1の同点ということでしたね。いやまあ本当正直ヴェルディだったなと思うんですよね、うんはい、この試合全体的にとか、多分ホワイト監督がやりたいサッカーってこういうことなのかなってことを見ておりました。はいはい、まあ、見ておりましたって、まあ、僕もあの後から見たって感じにはなりましたけど、うんうん、まあ、細かくはまたどっかでちょっとねチームに沿った回もやれればなと思っております。はい、ただその中でも、この J2 やっぱ序盤ですね、はい、戦い続けてきたいわゆる、しかも上位で戦い続けてきた琉球ってのは大きかったんじゃないかなと、うん、この経験が、うんはい、その中でだから僕たちは負けないと、はい、上里選手のねゴールが、いやー、えげつないいいシュートでしたね、あれもね。そうですね、うん、まあ、主将の一振りだってのがすごく良かったんじゃないのかなと思います。今シーズン終わった時にミラクル琉球と呼ばれてるかどうかみたいなところですよね。そうですね、私も応援しちゃいますけどね。はい、うん、はい、そんなところでございました。この試合はドローでございました。続きましていってみましょう。こちらです、ドンということでございます。 RBX 新潟対モンテリオ山形、こちら 2-2 のドローということになりましたね。プレビュー編でもお伝えした通り、うん、まあ、大月周平がやるでしょうみたいな話、うん、やりましたね、さすがですね。ありがとうございますぴったりその通りになりましたね。ミスタートとありがとうございます、はい、ちなみに僕あの勝手に一人やってたんですけど、はい、あの10分の、あ、13分の10でした。うん、おあ、何ですか、自分の中のトト、はい、すごいですね。ありがとうございます。買えばいいのに、はい、本当買わないんですよこれ。そうなんですね、はい、そしてあとね、うん、サイドで渡辺龍馬選手とか、まあ、田中達也選手とかの、はい、サイドプレイヤーも鍵になるんじゃないかなって話したら、うん、本当に渡辺龍馬選手も決めてくれたっていうところでしたね。はいはい、こちらも本当劇的な感じがありましたけど、うん、やはりちょっと新潟もこうやってやっぱ最後で得点できるってところも含めて流れに乗ってきてるのかなってのが思いましたね。勢いづく引き分けですよね、これはね。そしてこの試合の終了後、ただ引き分けに終わったんですが、うん、片渕監督が解任で、うん、あ、そうなんですね、新監督が新しく作ることになりました。なるほど、そうなんだ。でただこれ新しい対戦になりまして、社長と監督が昨年度のかな、はい、アルビレックス新潟シンガポールラインとなりましたので、まあ連携性としてはまあフロント現場というところで整うことにはなるんじゃないのかなとは思ってます。そういうことなんですね。片渕監督お疲れ様でした。お疲れ様でございました。はい、というゲームでございましたね。はい、はい、続きましていきましょう。こちらです、ドン。アビスパ福岡対町田ゼルビアは 0-2 町田ゼルビアということになりました。いやちょっと福岡はこの試合かわいそうでしたね。もともと実藤選手が出場する予定ではあったんですが、うん、ちょっと負傷だっていうところも含めて、うん、はい、4バックのところが3バックになりましたってことがありました。うん、そうなんだ、だいぶ変わりましたもんね、守りが。まあそうせざるを得なくなったっていう感じになりましたけど、うん、ただそれのおかげでサイド下坂選手、町田の左サイドバック下坂選手に割られてしまい、その後ね、うん、そのクロスに飛び込んだのが富樫啓真選手なんですが、はい、バーレベルまで飛んでるんです。えげつなかったですね、ちょっと見たことない高さに見えちゃいましたね。そうですね、何ですか、あれなんでしょうね、あのバネ、キャプテン翼の絵みたいでしたよ。そうですよね、あれは止められません。ね、あれもちょっとノーチャンスな感じしましたね。厳しいですね、それもまあ決めてきたってところで、富樫選手さすがだなっていうシーンでした。いやそうでしたね、はい、まあ、そのまま2点ね、はい、取りまして町田が勝ったよという試合でございました。はい、はい、というわけで 0-2 で町田が取ったゲームでございました。はい、続きましてこちらですよ、ドン。大宮 RD ジャ対横浜 FC は 2-1 で大宮ホームが勝ちましたと、うん、いうことですね。横浜 FC としてはまあ3バックっていう風にはなってるんですけど、うん、はい、ほぼ5バックって言った方がいいでしょうね。ドン引きで守ってたというか、ね、はい、そこにあとしかもボランチに今回田代選手が入りましたけど、彼ももともとはディフェンダーなので、6バックとかまでは言わないけど、気持ち的にはそんな感じだ。そうですね、やっぱり大前、バラタ、ファンマっていう、まあ、オフェンシブな選手たちが大宮には多いですから、はい、彼らを止めるために、まあ、それぞれねうまくやったっていうことだったんですが、ファンマ、カンマがえげつなかったですね。ちょっと厳しかったですね。いや人数を割くっていうだけでは、うん、対処はさすがにできないなってのがちょっと思わされたようなシーンでもありました。大宮の前線にはそのぐらいのパワーがあると。そうですね、いうことなんですね、はい、なるほど。このイバ、斉藤、レアンドロドミンゲスね、これ安田大サーカスみたいですよね好きだな、はい、頑張っていただきたいと思います。大宮勝ちました。続いてのゲームはこちらでございました。ヴァンフォーレ甲府対ミッドホーリーホックは 1-2 ミッドワン勝ちましたよ。これは驚きでしたね。あの我々今のミルワカトトなんても開催させてもらってるんですけど、まあ、一番ねあの大分仙台戦における大分と、はい、あとは甲府水戸戦における甲府ってるこの2つが、うん、それぞれね皆さんがよく選ばれていたような、なるほど、
こっちが甲府が勝つんで大分が勝つんでやったのが皆さんが選ばれていたところだったので、このカードをね外した方めちゃめちゃ多かったんですね。そういうことなんですね、はい、意外でしたけれども、でも、うん、やっぱりまあ最後にでも転んだのがってところですけど、やっぱり水戸が今本当に負けませんね。負けないですね。これでも2ゴール目になったかな、志選手は、はい、またこの90分プラス4のところで決めたってのは大きかったですね。見事なフリーキックでございます。ついに水戸ホーリーホック、はい、首位に立ちました。わー、立ちました。先生もシチューってつぶやいてましたもんね。つぶやきました。ヒルワカついたね、はい、はい、ません。というわけで水戸は首位に踊り出たゲームでございました。続きましていってみましょう。こちら FC ギフ対ビファレン長崎ですが、04点長崎ということになりましたね。なんでこうなるんでしょうね。ごやごやっつって、いやだからこれは、うん、あの前節いわゆる山口戦のところで最後にいわゆる玉田選手の前にボール転がってきたから長崎に多分向いてくるようなんて話はありましたけど、言ってた風向きが来た、何をぼんやりしたことをおっしゃってるのかと思いましたけど、その通りでしたね。でしょ。でさらにプラスあったのが、占い師みたいなこと言ってるなと思って、だから岐阜としてはだからちょっと方角的に悪いなと思うのが左サイドバックですね。あのいい悪いとかではなく、はいはい、単純に前節でやったらまずあの旅立ちファーソン選手がこの左サイドバックを務めて、はい、ははは、プロデビューの1分のところで失点に関与してしまって、そうでしたね。で今回は長倉選手からもルーキーになりますが、はい、いわゆるイエロー2枚で退場してしまうことにはなるんですけど、ね、結局だからそこら辺からね、66、74、82、87と、まあ、4点決められてしまったってところです、ね、この時間から4点ってなかなかないけどね。そうですね。だそれだけちょっと今岐阜も今風は無風状態なのかなと。代わりに長崎でここまで見てきても結構わかると思うんですが、はい、例えば清水、うん、そして大宮、はい、長崎と、うん、本当に新潟とかもそうですね、山口もそうですし、オレンジ組がそうですよね。そうなんです、なぜか来てる。そうなんです。先生なんかドクターコパみたいになってきましたね。あれ風水系の人間なんでしたかね。僕はデータでしょ、数字でしょ。そうなんですよ、はい、なるほど。ということでそんなゲームでございましたということですね。はい、はいはい、続いてはこちらのゲームでございます。京都対金沢2対1、京都が勝利していますということですね。いやー、はい、やっぱりねこちらも、はい、これもプレビュー編でちょっとお伝えさせていただいた通り、うん、サイドプレイヤーの、まあ、ちょっと勝負になったかなというところではありました、特にね、いわゆる前節あたりからちょっとフォーメーションを変えてきたのが京都でした、はい、でこの試合になってついに宮吉選手を真ん中から外すって感じにしたんですが、サイド、これ、うん、良かったですね。良かった、聞いてた。これが良かったですね。まあ、新しいまた京都の形になるんじゃないかと思いますが、基本的には宮吉選手と金久保選手もちょっとねポジションを修正するような形をお互い入れ替えたりなんてこともやってましたし、まあ、得点のシーンはね、金久保選手がまあ見事決めたシーンでもありました、はい、そして、金沢なんですが、僕はそのプレビュー編ではまあ金子選手について触れたところもありましたが、はい、杉浦選手がまあこの試合出てくれたってところもあって、彼がまあうまくねビシッと決めてくれたようなところがあったの、ただ最後惜しかったですね。金沢をねもう PK 当たってしまったので、あ、 そうですね、まあ、それが京都にまあ転がり込んだっていうところでしたね、はい、うん、このゲームは 2-1 という、こと対決は 2-1 ということ、こと対決でしたからね、はい、そうですよ、やはり文化を重んじる我々ですから、はい、ということでございました。続いてはこちらでございます。千葉対岡山、0-0 のドローということになりました。この試合はちょっとねコメントがちょっと難しい試合になってしまったというか、実はね、我々それこそ僕さ、はい、またなんですけど、はい、プレビューで言った選手たちが怪我していくっていうのがすごい嫌で、なるほど、前半10分にまず、はいはい、上田光太選手が怪我、あ、そうか、岡山、そしてこの試合矢田朝日選手が僕は千葉のキーマンになるって話をしていたんですが、そのポジションで今日は田坂選手がこの試合出たんですけど、はい、田坂選手も前半26分ぐらいかな、負傷で、いや先生が言ったからじゃないですか、偶然ですから、本当こ、ごめんねごめんねって思ってしまったんですけど優しいな。で矢田選手が出てきてっていうところではありました。そうですね。ただそれで、うん、まあ、いわゆる両チームともやり方が変わったというか、はい、お互いね両チームってもキーマン、そして、はい、キーとなるこのボランチのポジションの選手ですから、うんうんうん、やりたいことがだいぶ変わってきたよねって思って、はい、お互いなかなか攻め込むことができないような時間帯が続きました、はい、で、まあ、最終的にはね、例えば茶島選手、千葉だったら茶島選手、うん、もしくはエベルト選手が攻め上がってきたりなんてこともあったし、うん、岡山側だったらイオンゼ選手とか、あとは途中で入ってきた、三浦選手とかが攻め込むことができたってところはあるものの、まあ、フィニッシュの形までうまく作れず、実はなんと両チームとも枠内シュート1本ずつって試合だったんですね。そっか、なんでそうなってくるとやっぱ得点っていう話じゃなくなってきちゃうので、で守備もだから、まあ、守備はうまくやってたってことは言えるかもしれませんけど、はい、まあ、枠に飛んでないのでちょっと何も言うことはできなかったかなっていうような、そんな試合になりました。守りが噛み合ったというね、そうですね、ゲームでございました。千葉対岡山は 0-0 でございました。はい、
続きましてこちら柏対栃木ですが、こちら 0-0 のドローということになりました。頑張った栃木。いやこれはもう栃木の勝利に近いような引き分けだったかなと思います。ピンチはねかなり迎えてたみたいですけども。そうですね、うん、まあ、基本的に柏攻めて攻めて攻めてでしたけど、もうマンオブザマッチはもう書いてある通り、はい、ユヒョンキーパー、まあ、途中ね最終的には変わってしまいましたけど、うん、川田選手に。ただ交代した川田選手も、はい、まあ、ナイスセーブ見せるなど、はい、両チームともキーパーディフェンスが光ったような試合になったのかなっていうふうには思いましたね、はい、18本打たれてこっち6本しか打ってない。いや本当、いやユヒョンすごかった、うん、あ、素晴らしいね、それが全て。ユヒョンを見てほしい、うん、ユヒョンデーということですね、はい、勝ち点1を見事手に入れましたということでございます。さあ続いてのゲームはこちら、山口対鹿児島。薩長対決は 1-0 で山口に軍配が上がりましたということです、ね。長州がね、取ったということですね。取ったということですよね。もうこの試合はもう1人に関して言うだけかなと思っていて、はい、菊池選手ですね。得点を決めた菊池選手でしたね。喜んでましたね。実はその得点シーンでもすごかったんですけど、はい、守備ではね実は2回ぐらい失点防いでるんですよ。ああそう。そうなんです、うんうんうん、まあ、ハイライトに上がってないシーンもあったかなというふうには思いますけど、はいはい、彼がいたことによって鹿児島ちょっとやりづらさ、特に米澤選手もしかしたら菊池選手苦手にしたんじゃないかなって思うぐらいのところはありました。ライントップ初めてですよね米澤選手、ね、そうですね、セレッソ時代にやったことがあるかなってぐらいだったので、はい、なるほど。そうですね、まあ、菊池選手だから本当コーチに大活躍って形だったので、劇的でしたね。ルーキーなんでしたっけ。そうです、ね、すっごい喜んでわーって言ってポーズ決めようとした瞬間、先輩の後ろトンってされてぶっ倒れてましたけどね残念そうな顔がねハイライトで映ってますね。ぜひ後で皆さん見てください、ね、見てくださいねそしてじゃあこれから最終戦いきましょう。最終戦いきましょう。こちらですと、来た先ほど最後です、徳島対愛媛、1-1ドローということになりました。いや四国ダービーはね、もう徳島対愛媛、はい、愛媛に、両方ともこれ引き分けになりました。すごかったねフリーキック、すごかったですね。神谷選手ですね、であと押谷選手のいわゆる動きも素晴らしかったなと思うし、はい、あおっと時間がない、ギリギリいきましょう、野村選手の動きがやっぱりすごく良くて、はい、岸本選手の両サイドの流れる動きもかなり秀逸だったんですが、うん、これもプレビュー編で言った通り、はい、ディフェンダーたち、愛媛のディフェンダーたちが明らかにレベルアップしてます。おお、なるほど。明らかにレベルアップして、もうすぐ帰ってくる林道選手を明け渡しになるものかということで意識して、ね、そうですね、レベルアップですね、攻め合ってるということですね、はいはい、そんなオレンジの活躍が目立った今週ですが、それに関してはライブ配信でいろいろ話しておりますので見てください。オレンジのテーマになんだね、はい、僕はあのヨルディバイスを使ったねあのパワープレイが実ってたのは嬉しかったです、はい、というわけでございました。今日も12分ちょっと過ぎちゃいましたけど、パパってね今週から振り返ってまいりますので、皆さんねお耳に、さらっと J リーグを振り返っていただきたいと思います、はい、チャンネル登録もお願いします。井上でした。野見里でした。ありがとうございました。